愛国行進曲は戦前に広く歌われた日本の国民的愛称歌である。作詞は森川幸夫、作曲は瀬戸口陶吉。楽譜は一時的に使用不能です。愛国行進曲愛国行進曲愛国行進曲1937年8月に閣議決定された国民精神総動員の方針のもと国民が永遠に愛称すべき国民家として 同年に組織された内閣情報部によって歌詞が公募され、美しき、明るく勇ましき、行進曲風のもの、内容は日本の真の姿を称え帝国永遠の生命と理想とを象徴し、国民精神作興に資するに足るものなどの規定が設けられた。国民歌謡で放送。応募は57,578点に上り、その中から、 鳥取県境町で印刷業を営んでいた森川幸男の歌詞が選ばれた。任命された審査員は、のりすぎ家じ、片岡直道、穂ず重藤佐々木のぶ河な、井水明、北原白州及び島崎藤村の7名であった。ただし審査員によって補作が行われ、ほとんど原子は変えられている。審査員の北原白州と、 佐々木信綱は補作のやり方をめぐって対立し、生涯和解しなかった。また、その歌詞に対する曲の応募も1万点を超え、こちらは、軍艦更新曲の作曲でも有名な元海軍、軍学隊長の瀬戸口東吉の曲が選ばれた。任命された、審査員は、岡田国一、内藤清子橋本国彦、真次、清山田耕作、小松光介、 堀内慶三及びこの江秀丸の8名であった。同年12月24日、首相官邸で内閣情報部内発表会として初めて公の場で演奏され、2日後の26日に日比谷公会堂で一般聴衆に発表された。なお、2位に当選したのは、もしも月給が上がったらの平岡寺首相の曲で、3位は一般人の山中静江であった。 またその後、内閣情報部により、愛国更新曲をトリオに入れた、更新曲の作曲が企画され、海軍からは、斉藤始末、陸軍からは、住まいをついた地によりそれぞれ、更新曲、愛国が発表されている。内閣情報部はこの曲の著作権をフリーとしたため、レコード各社が競って録音し、1937年12月に一斉に発表された。 日本コロンビアだけでも5種類の録音があったとされ、その他、ビクターやキング、ポリドール、低畜、太平レコードと有名各社でもレコードが制作された。下記に記入した有名歌手の吹き込み以外にも、歌い方指導や、軍楽隊、合唱団のみの吹き込みも存在し、その数は20種類以上にも及び、累計売り上げは100万枚に上ると推定される。当時の評価は、 賛否両論あり、この絵ひでマロが、ああいう戦者の顔ぶれでああいう募集方法で絶対と言っていいくらい、首都曲とが本当に融合した国民が永遠に歌うる国民更新曲などはできるはずはないと述べたほど、一般募集の方法に批判的な意見が相次いだ。特に市は時代に合わない表面的なものだけと厳しい意見が多かったが、瀬戸口の曲には、 あれに追随するものはないというような高い評価が与えられた。愛国行新曲が発表されてから4ヶ月後の1937年12月、内閣情報部により愛国行新曲をトリオに入れた、行新曲、行新曲、愛国の作曲が企画された。陸軍富山学校軍学隊と海軍軍学隊から一人ずつ選出された二人による合作版。 陸軍側の更新曲、愛国、海軍側の更新曲、愛国の三つが作曲されることになる。陸軍からは、須マヨウたちが、海軍からは、斉藤ウ松が選出され、合作が完成した後に二人の作品が完成する。発表の席にて、まず合作の更新曲、愛国が披露され、その後、斉藤と須マの愛国が披露されたが、斉藤の方が出来栄えが良かったため、 斉藤のものが選ばれることになった。なお、合作版の愛国は音源が見つかっておらず、後日、スマヨをちは改めて別バージョンの更新曲、愛国を作曲し陸軍が録音を行っている。1937年にシナ事変が勃発したが、当時の軍人送迎などには赤い夕日、陸軍の歌など、もっぱら日清、日露戦争の軍歌が歌われていた。 新たに作曲された軍歌もあったが、古墨有事の露影の歌など少数を余計は国民の心を捉える曲は少ないとみなされたのである。大東亜戦争でアジア各地を占領した日本軍はこの歌を広げた。そのため戦後40年ほどまでは日本を代表する曲だと思っていた外国人が多かった。作家の阿川博之は1966年山本56。 の登場機の残骸を探しに、ブーゲンビル島に行った際、ガイドの住民が、ミオ東海のと歌っていたことを、私のソロモン気候に記述している。パラオでは、パラオの夜明けという替え歌になっている。また、インドネシアの独立記念行事では独立戦争の関係者たちによって歌われ、1994年に日本の報道機関によって取材されている。 フィリピンの大統領だったフェルディナンド・マルコスの妻、イメルダ・マルコスは訪日した際に、コ順ジュン・コウゴとこの歌を一緒に歌った。また、歌詞を、ミオ、東場の特等、または、ミオ東京の関東文イコール関東に、おでんなどに変えたパロディも、密かに流行したという。戦時中の愛称歌で、山田工作作曲の、なんだ空襲や、すすめ一億日の玉だ。 この決意の感想部には本曲の一部が流用されている。1938年2月16日に内閣情報部が創刊した写真集報の創刊号表紙には愛国更新曲の楽譜を持って合唱する子供たちが映されている。映画釣りバカ西市の中に登場する鈴木建設の社迦はこの曲の前半部分のメロディーをモチーフにしている。ありがとうございます。